アルプロンの坂本です。今日は本日リリースしました大豆ミートについてご紹介をしたいと思っております。まあ、ただですね、今日リリースしといてなんなんですけれども、実はそんなに売りたくない、買ってくださいということではないというところから始めたいと思います。売りたくないというところなんですけど、じゃあなぜ今動画を回してるかっていうところを教えてください。はい、すいません。なんで売りたくないかというと、あまり在庫がないというか、今まだ生産がなかなかうまくいっていないから売れないということで、あまり殺到してもっていうところは正直あると。ただなんでこういう商品を作ったのかっていうことに関しては、ちゃんと会社の思いは伝えなきゃいけないなということでお話ししてます。まず商品ですね、大豆で作ったお肉、大豆 100% のミートっぽいやつ。なぜこういった大豆ミートって言われるものを開発に至ったのかっていうことをお伝えします。もともとですね、アルプロも私たちも23年ほどやってるんですが、創業した時からですね、大豆のタンパクっていうのはずっとやっていて、まあ、当時は豆腐の原料とか、まあ、お菓子の原材料ということで大豆のパウダーっていうのを作ってもらって売るっていうのをやってたのが、まあ、アルプロンの最初の生い立ちというか、この事業のスタートでした。で、そうこうやっていくうちにフィットネスとかで今使われているプロテインというものに出会い、乳タンパクだとか大豆タンパクとか、まあ、そういったものをパウダーにして皆さんにお届けするっていう仕事をやらせてもらうようになりました。で、最近ですね、すごく危機を感じたことがあって、それはまあ戦争とかコロナとか急激な円安っていうところで何が起きたかっていうのでいうと、原料がものすごく上がったんですね。ホエーパウダーなんかは一時期、一番安い時の時期で言ってからは2倍以上 2.5 倍ぐらいまでいくほどのその値上がりがしてしまって、泣く泣く価格転嫁もさせてもらって、値上げさせてもらったりということありました。で、まだ値段が高くなるだけだったらまだいいんだけれども、原材料が日本に届かないっていうことがあったんですね。予定してたものが何ヶ月も遅れる、そしたらもう僕らの在庫空っぽみたいなことで、もううちの会社もどうなってしまうんだろうとか、お客さんに迷惑かけるっていうようなので、ものすごい危機をこう2年ぐらい前からですね感じてるというのがありました。で、じゃあなんで僕らってこんな原材料を海外に輸入してるんだろうって思った時に、うちだけじゃなくて、まあ他のプロテインメーカーもほとんど 99.9% が海外のものを使ってるということがあって、で、その日本のじゃあプロテイン以外の食料自給率はって言ったら、調べると 38% ってなってると。もし何かさらに大きな紛争とか天災とかがその食料大国から起きた時には、僕らには入ってこないんじゃないかな。でも今の日本人ってもう自分らで作ることをやめてる人たちが非常に多いし、私たちも外から買うっていうことにずっと依存し続けてたということに気づきました。で、あ、これじゃいかんなと。で、そういう意味で僕たちもミッションを変えてですね、この国の体力を強くするっていうミッションを去年変えて発表したんですけれども、それってこの国の自給率を上げるとか、あるいは日本プロダクトのタンパク質、プロテイン原料っていうものの開発やら、日本の生産している農家さんとかを応援して一緒に作るというようなことをやっていきたいと。ということで、まあ、いろいろ今考えている中の一つの形になったのがこの大豆ミートっていうものです。じゃあなぜ大豆だったかということなんですが、日本人ってもともと大豆の文化非常にありますよね。豆腐だとか納豆とか、まあ、いろんなその大豆を使ったものの料理ってもともとはあって、で、アジア人とか日本人は特にやっぱり大豆っていうものを栄養価として非常に大事にしてたし、大豆はタンパク質が非常に多いんで、まあ、こういう肉にしても今すごく注目されてるっていうのを気づき、あと今流通してる大豆ミートっていうのがあんま美味しくないなと、これってあんま食べたくないなっていうふうに正直思ってたところから、自分らでも何か美味しい大豆ができないかなっていうので、ここに至りました。
弊社の大豆ミートの他社との違いっていうのを教えてください。さっきも指摘いただいたんだけど、脂質が入ってるんですよ。で、ほとんどの今流通している大豆ミートって食用油を取った後のタンパク質っていうものをベースに使ってるんで、油分が入ってないんですね。でそうするとこうパサパサというか、この大豆の独特のこのえぐみだけが残って、なんかこう乳化しないというか滑らかじゃないというか、そういうことがあるんですよね。で油が入っているもの、なんでそういうものが世の中に少ないかっていうと、まずカスを使った方がいいって、これもすごくアップサイクルっていう考え方、その物を捨てないっていうものの考え方では主流の大豆ミートも非常にいいことしてるとは思うんだけれども、味っていうことに関しては大豆の油があった方がやっぱりちょっとマイルドになって美味しいっていうのがあるんですね。でもう一つ、他社でなんでこういうの作れないのって言った時に、油って非常に酸化しやすいんですね。でこの粉砕したりすると、空気に触れてるとどんどん大豆が酸化してしまって、まあ、劣化するということなんですけど、このプラのこの技術っていうのは油をいじめないで、そのまま優しい形で粉末にすると、分かりやすく言うとそういうことなんですけど、まあ、そういう技術で粉にしてから、こうやって成形するっていうところが特徴で、他社と違うところというふうになってます。あとこの大豆は、この原材料を裏に見ていただくと分かるんですけど、大豆だけです。で塩も入ってないです。添加物も入ってない、そういうものです。これを実際に食べた人って数名いると思うんですけど、はい、その方の実際の評価っていうのはどうなんですか？これ本当の話なんですけど、調理師さんとかいろんな大企業とかでものすごく評判のレシピ開発をするような先生のところに持ってったのがめちゃくちゃ良くて、今までの出ているものはあれはオージービーフだと、でこれはもう日本の松阪牛だと、松阪牛に匹敵するぐらいもう全然別物っていうふうに言われたり、ある大手のところでレトルトのハンバーグを作りたいって言ってたけど、めちゃめちゃこだわりの開発の責任者の方が言うには、なんか大豆ミートってあんま美味しくないって思ってた、言われたけど持ってったら本当に松阪君でしたって本当に言われました。なんか私も実際それ食べたんですけど、はい、大豆の油の旨味みたいなのすごい感じられて、うん、ああいいですね。なんかそのまんまバクバク、なんかスナックみたいな感覚でいっぱい食べれちゃいますよね。そうなんですよ、普通に食べられるんですね。この中こういうフレーク状のものなんですけど、しかもね、これね、常温でいけるんです。今はまだ半年ぐらいなんですけど、加速試験といってリリースしてからちゃんとこう検査をしていってですね、少しずつ賞味期限が伸びていくと思うんですけど、今のところ表記しているものは半年ぐらいの期限のものになっています。でも常温で保管できるからすごく便利だと思いますね。その大豆ミートのおすすめな食べ方だったり、おすすめな調理法あったら教えてください。結局松坂君って言いましたけど、やっぱ牛肉には勝てないんじゃないのってこんなこと言ったら身も蓋もないんだけど思うんですね。でだけど例えば牛肉ってコレステロール、その酸化した油みたいなのも多いじゃないですか。で言った時に、例えば半分大豆ミートするとかっていうのがまあ一番いいんじゃないと。もちろんビーガン、ベジタリアンの方はそのまま安心して使ってもらえるっていうので、いいんでしょうけれども、そうでもない方っていうのは何かのものに半分使うとかでもカロリーもコストも優しいみたいな風にもなるから、そういう風にやるのがいいんじゃないかなと思います。あとこれはですね、そのまま食べてもいいんですけど、結構ボリボリってするんで、お湯の場合は10分ぐらい浸してもらうと 3.4 倍にかさ増しがされて、ちょうど肉の食感になるし、水の場合だったら10分ぐらいつけといてもらえれば、歯ごたえが普通のミンチのお肉みたいな感じになりますよというところですね。料理としていいの、まあそのまま食べるとか、麻婆豆腐とハンバーグとかミートソースとかガパオとかとして使えばいいし、まあ、僕は半々の方がいいんじゃないかなと思います。ミートソース作ったんですけど、はい、めっちゃ美味しかった。あ、本当？100%？
100% で作りました。これだけで、あ、それ全然よかった。お肉をこれだけにして、いろいろお試しください。じゃあこちらの商品はどこで買えるか教えてください。自社サイトの方で、買えるようになってます。あと随時 Amazon、 楽天、ヤフーさんというモールでも買えるようにはしていきます。それからその法人の方でもですね、レストランとか業務用でいろいろその商品に転化したいんだというような法人の方にも対応するようにいっていきますので、当社の方にお問い合わせください。はい、ということで私たちアルプロンはこの国の体力を強くする、この国の自給率を上げたり、メイドインジャパンの素晴らしい商品っていうのを発信することでこの国の体力を強くするというミッションを果たしていきたいと思っております。引き続きよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。